石川直弘石川直弘は神奈川県横須賀市出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションは主にミッドフィールダー。サッカー選手の石川三つぐ、石川佑は実定。5歳の時にサッカーを始める。小学校時、地元の少年少女、サッカークラブである横須賀シーガルスに所属。出身地の近い鈴木達也や、 神奈川県内の大会で対戦した、モニワ・テルユキとは、この頃から面識があった。中学に入ると、横浜マリノスジュニアユース追い浜に所属し、高校進学時に横浜マリノスユースに昇格。成長の遅れによる、体格差や、クラムジーの発症、当時得意としたトップ下のポジションを争う動機、大橋正宏の台頭、樋口康潮監督による不慣れな右サイドへの、コンバート、 加えて、横浜フリューゲルスとの合併による選手総拡大が重なるなど困難が続いたが、徐々にスピードを身につけ、サイドアタッカーとしての能力を開花させ始めた。2000年には、横浜 F マリノスのトップチームに昇格し、J リーグデビュー。同年、U-19 日本代表として、アジアユースに出場。翌2001年には、U、U-20 日本代表として、 ワールドユースアルゼンチン大会に背番号10を背負って出場。グループリーグで敗退するも鋭い切り込みでゴールへ迫る姿勢は高い評価を得た。この大会のテレビ解説を原博美が担当していたことが後にサッカー人生の契機となる。しかし横浜 FM では出場機会を失ってゆく。パスの出し手である MF 中村俊介との呼吸が噛み合わず。 チームの成績も低迷、監督交代が相次いだ。ラザロに監督とは特に相性が合わず、石川は紅白戦での B チームの控えにも入れてもらえず、2002年も引き続いてラザロにが指揮を取ることになった状況に危機感を持ち、自ら横浜 FM 強化部に出場機会を直訴。サンフレッチェ広島が移籍先の有力候補に上がったが、この年に、 FC 東京の監督に就任した原博美が石川の獲得を熱望したこともあり、4月に FC 東京へのレンタル移籍が決定。移籍発表からわずか3日後の駒沢でのナビスコカップ、清水戦で早速右のサイドアタッカーとして先発出場すると、ズバ抜けたスピードによる突破で得点をアシスト。早々にチームにフィットし、同時期に、 FC 東京の右サイドバックとして出場機会を与えられた DF、カジリオとのコンビネーションで右サイドからの攻撃を担い、レギュラーを確保した。U-21 日本代表としては10月の富山アジア大会では準優勝に貢献。2003年8月 FC 東京に完全一席。同年の J リーグフェアプレー個人賞を受賞。また、 アテネオ,オリンピックを目指す U-22 日本代表として活動する一方で、この年のキリンカップのための A 代表に初選出される。同年の東アジア選手権でも A 代表に選出され、香港戦において国際 A マッチ初出場を記録。2004年には再び日本代表候補合宿に招集されていたが、日本サッカー協会のオリンピック優先という、 方針により U-23 日本代表に合流、アテネオリンピックアジア最終予選を突破する。アテネオリンピック本大会では同じ、右サイドに攻撃を得意とする石川と共に守備的な、徳永雄平が招集されており、山本正久に監督は守備重視の戦術で大会に臨んだため、出場機会を得たのは、消化試合となった、グループリーグ第3戦からだった。この試合では、 攻撃を牽引したにもかかわらず、後半早々に交代。消化不良のままグループリーグでの敗退が決定。競技場のサポーターに挨拶する際には号泣し、失意の帰国となった。クラブではリーグ戦での得点はなかったが、初選出されたオールスター戦でゴールを決め、MVP を受賞。ナビスコ杯では、 優勝を体験するが、決勝の浦和戦では退場者を出したことで、さらに運動量が求められ、自身初となる延長戦までの120分フル出場で走り回り奮闘したため、足がつっており、決着をつける PK 戦のメンバーには入らなかった。2005年8月にイタリアセリエ A に昇格したトレビゾから獲得オファーを受けるも、FC 東京の苦戦が続いた時期と重なっていたことも、 あり、交渉最終段階に来て、オファーを断った。その決断の直後の9月、日産スタジアムでの古巣、横浜 FM 戦の試合後半に右膝を痛め、途中退場。検査の結果、右膝前十字人体損傷及び、右膝外側半月板損傷、全治8ヶ月との診断を受け、長期のリハビリテーション期間を過ごすことになった。2006年に、 ガール監督が就任したが、その在任期間が、右膝のリハビリの時期と重なっており、ガール体制下でのプレーは少なかった。同年7月19日のアビスパ福岡戦で305日ぶりの復帰を果たした。2007年に、倉又久雄監督体制下から現監督が復帰した、シーズンは、以前までのサイドから仕掛けるスタイルを求めた原に対し、石川は中へ切れ込んだり、引いて、 ボールを受けたりという自身のプレイの幅の広がりを模索していたこともあってか調子が上がらず、出場機会が減った時期もあった。2008年に就任した、上福博監督は攻撃の選手に流動性を求めており自由度が増した結果、苦し紛れりのパスは減り、課題であったパスやクロスの精度が向上し、安定感が増した。同タイプのプレイをする、鈴木達也の新加入や大竹陽平などの、 対等によるチーム内での競争の活性化もあってか、再び生き生きとしたプレーが見られるようになった。2009年は、平山蒼太のポストプレーや羽生な方のローを惜しまない、運動量といったチームメイトとの長所が噛み合い、5月2日の J1 大宮戦でプロイリアと初のハットトリックを決めるなど、一時岩田の FW、前田良一と得点王の座を争うほどゴールを量産。 チームのリーグ5位、ナビスコカップ決勝進出の原動力となり、同年10月には、約5年半ぶりに、日本代表に招集された。岡田武史代表監督からは切り札に指名され、ゲームの流れを変えるのに使えると評価を得たが、同月17日の柏戦で得点直後に、相手選手と接触し不勝離脱。チームが2度目の優勝を決めたナビスコカップ決勝には、出場できなかった。 12月の J リーグアウォーズでは活躍を評価され初めて J リーグベストイレブンに選出された2010年 FIFA ワールドカップ登録メンバー発表前の最後の国際 A マッチで国内組の最終ミキは雨となったセルビア戦では途中出場ながらチーム最多体のシュートを放つなど前線を活性化させたが予備登録の7名に入るにとどまった2011年は FC 東京のベテラン代表として副首相を務めた。この年はシーズンの終わりまで石川をチームに置いておきたいという大熊清監督の起用法により出場時間は多くなかったものの FC 東京の連勝記録を塗り替える得点を上げるなど勝負所での活躍を見せた。2012年アルベルト・ザッケローニ日本代表監督から攻撃面でのバロッサタと インプレバディビリタを合わせ持つ選手として指名され、日本代表に復帰。FC 東京では、新監督のランコ・ポポビッチによって、戦意を新たにし、AFC チャンピオンズリーグと並行する過密日程の中でも好調を維持、ゴールへ向かう積極性を発揮した。2013年は、FW ・ルーカスが右 SA1 に敗されたことによって、定位置を失い、 怪我以外で一番試合に出ていないという苦しい一年を過ごす中、控え組を経引し、チームを突き上げた。2014年は、腰椎椎間板ヘルニアにより前半戦の大半の欠場を余儀なくされる。夏場にかけて復調したが肝調には至らず、同年の公式戦先発出場は、カップ戦の一試合に止まった。2015年4月には、 J1 第4節交付で1年4ヶ月ぶりのゴールを決めた。2トップの FW という新たな起用法の中、躍動感あふれるプレーを見せていたが、8月の親善試合 E フランクフルト戦で左膝前十字人体を断裂し持ってくれたと10回長期離脱を強いられた。 二度の手術を経て2016年9月19日、FC 東京 U-23 として参加している J3 代22節秋田戦で418日ぶりに公式戦に出場。しかし年末にかけて状態が悪化。同年限りでの引退を考えたが、クラブからの強い遺留を受けて再起を期した。2017年8月2日、今シーズン限りで引退をすることが発表された。 12月2日、最終節のガンバ大阪戦では、今季初出場を飾り、味の素スタジアムで最後の出場となった。次の日の J3 最終節セレッソ大阪 U-23 戦にもオーバーエイジ枠として、途中から出場し、現対地の得点をアシストして、ラストマッチを勝利で飾った。2018年1月、FC 東京クラブコミュニケーターに就任。 2018年3月、日本サッカー協会不服申した定員会員に就任。その他の公式戦その他の国際公式戦2020年11月25日、渋谷から世界へ、渋谷109のアバレル定員から、レディカガ,ガとの共演までを果たした今注目のアーティスト、キミカと共作した楽曲、フリーダムフィーチャリング、なお石川を配信開始、メガボルト公開。 ありがとうございます。